こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。今日はですね、スペシャルエージェントを回したいと思います。コム戦、コムのオンライン、オンラインじゃない、コムのチャレンジカップでね、先週かベストオブセプテンバーレベル1と、今週、今さっき撮ったんですけれども、ウェファチャンピオンズリーグスターズグループステージ、E から H のレベル1が、手に入るというね、ガチャ券が、1枚ずつありますんで、今日はこれをね、1枚ずつ回してね、黒を狙っていきたいと思います。 3.9% と 4.0%、もうそろそろね、大体 4% ということで、もうそろそろね、結構ガチャ引いてるんです。そろそろほんまに黒出るんじゃないかなと思います。はい、それではね、引いていきましょう。まずはベストオブセプテンバーからいきたいと思います。これ先週のことなんで、ちょっとね、忘れてるかもしれないんですけれども、ちょっと黒こんな感じでね、出ますよと。はい、ここで出るかどうかちょっとわからないですけれども、せめてね、マドリーの選手か、もしくはね、マドリーの選手入ってるのかな、ベストオブセプテンバーって。わからんけど引いてこ。はい、いきます。見事に銀ばかりですが、黒を引けばね、問題ないでしょう。ノーマンタイス、はい、問題ありですね、これ。白、まだわからん、誰やねん。パブロ、これベストオブセプテンバーか、ほんまに。センターバックの選手、ブラジル、コリンチャンス、年齢が26歳で身長188センチ。センターバックとしてはまあまあ優秀やと思いますけどね。ただね、レベル1ということで、いまいち、未知数な部分が大きいかなといった感じ。ダメだな。はい、ヘッダーしか持ってません。しゃあないね。でも、とりあえずマイクラメンバーに追加しておきます。はい、次行きたいと思います。いよいよ黒でしょうかね。ウェファチャンピオンズリーグスターズグループステージ、グループ E から H のレベル1ですね。行きましょう。もう今度こそ。はい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 、行こう。どうや、銀ばっかりや、あかん。目の前が真っ暗とはよう言うけれども、目の前が真っ銀やった。ダルヨするな。シャフタールドネツクの選手、ライトサイドバック。はい、いっぱいね、なんかスキル持ってるみたいですけどね。ピンポイントクロスやロングスロー、でもね、ダメでしょこれは、さすがに。笑うしかねえわ。スキルは豊富、バックスピンロブ、ピンポイントクロス、ロングスロー、キャプテンシーと持ってますけれども、35歳か。ええ年ですね、もう。はい、ということで、いやー、なかなかね、やっぱり、もうそろそろやと思うんですよ。4%、5% やから、だいたいね、20回ガチャ引いたら、だいたい1個出るから、もうそろそろね、出るんちゃうかなと思ってるんですけど、なかなか出ないですね。はい、ということで、試合の方行きたいと思います。はい、それでは対戦相手の方が決まりましたので、やっていきたいと思います。アグエロ、マネ、ロイス、結構ね、強力な3トップです。それではやっていきたいと思います。相手の方のレートからまず見ていきましょうか。はい、レート775の方ですね。強そうやな、これさすがに。 OK、 監督がアルレグリということで、はい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 。あー、ちょっとまたマヤさんあかんな、これ。下マヤ選手って、これあんまりコンディション安定度ないねんな。なんで先週とかずっと絶好調やったんや、不思議やわ。バカ横もちょっとね、もう一つみたいなんで、セバスチャン・ルーティーという選手を使いたいと思います。はい、インシーニエ調子、あ、ジェズス今日はちょっともう一つか。うーん、スリートップレナト・サンチスの持ってる、いいねあれ。やっていきましょうか。あ、本当あれ、センターバック、4センターバックできたか、相手。おー、なるほどね。面白いやん。これ変えるとこないよな、正直。このまま行こうかな。プレイ分析データだけちょっと見ておきましょう。ゲーゲンプレス使ってくるんかいな。クロス警戒。ゲーゲンプレス。オフェンス分析。オフェンスな、ゲーゲンプレスって。いいや。インターセプト、インターセプト。はい、やっていきますか、とりあえずね。分からんしな。
ちょっとマヤだけ調子悪いのかな、引っかかりやな、どうしようかな。ビクトル・ラグワルという選手使おうか。ラグワルディエ、しかも使ってもええねんけど、ちょっと TS 下がるわ。これでいく。はい、サッカーファンの皆さんこんばんは。こんばんは。それでやっていきたいと思います。 SPO ノルテ VS 僕館とゲームチャンネル。てかチーム毎週変えようかなこれ。なんかパリ・サンジェルマンばっかりやったらちょっと飽きてきたな。でもチーム名はねもうこのまま固定やからね、もう変えてもいいかなと思ってきました。毎週変えようかチーム。ああ、OK、パリ・サンジェルマンやはりね僕が目をつけるというだけあって結構人気あるからね。次パリ・サンジェルマンに固執する必要もないしな。おいおい、よっしゃやったぜ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 、せいやったぜ。先制に成功。よし、ここはいい位置に詰めていました。まあまあまあ比較的ね、まあ、うちのチームね前半の早い段階で結構得点することも多いんだよね。なんかなんでだろうな。さあパリサンジェルマン立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。え、ちょっと待って、これファール？ってことも大きいですけども、何がどうファールだよ。時間帯がいいですよね。何呼ばれてるぞ。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがカード出そうとしてんやろな。おいちょっと不調なんだよ、許してくれ。よしよしよし、注意だけみたいね。吉田、今のファールは注意だけで済んだようです。さあ、あ怖い怖い怖い、これは怖いな。ありますからね、慎重にならないとですよね。直接アホ危ねえ。よっしゃ、うん、おっと危ない。セバスチャン・ルビー、いつも使ってない選手。細かくパスをつないでセバスチャン・ルディ、え、ルディ、お、ルディ、おい、弾き返した。何やそれ何やそれ。オッケーオッケー、セバスチャン・ルディ、マルコサ選手、あー痛い、まず、あっかん、アグエロのパスが通る。はいやロイス、あが、おっしゃ取った、行こうか。セルジロベルト、あーごめん、パウリ危ない、取った。パウリちゃん、フェルナンジーニャン書いて何がパウリや。また中央へ、よっしゃ、よし、前への推進力ね。なんでやねなんでや。あーどうなってるこれ、あーちょっと早いな、さすがにマネもな。どう、おっと、あサブ2役や、行かれましたねこれ。まあ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 、さすがレートナイアっていう感じだね。よっしゃ、いいよ。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。いやいや、まあちょっと前に選手おらんけど出してみよう。あっ、うん、ちょっと出してみようか。ほら、ちょっとアーリーすぎた、アーリーすぎ、アーリータイムス。いけ、あ待って待って待って、よっしゃ、どう、長いボール縦、ルーディー、もうちょっと足欲しい、早かったらよかったんやけど、危ないわこれ。ついてってるけど、バーティング、とりあえずついてってるけど、ちょっと開かされただけやなこれ。ああ、キーパー、よし、ナイス。これは繋がりませんでした。いいよ、セルジロベルト、いいねいいね、ここは中央切り込む、行くわ。いますよ、あくそで、い赤ヘディング負けた。縦のボール、右サイド、やばいな。ちょっとついててな、あれ。あ、上らしゃいけど。ああ、いいボールだ。うん、取れへん。あぶね。ああ、参ったな。ヘルナンジーニョからロイス。あぶね。柔らかいボール。そうはいくか。よしよしよし。任せろ任せろ。アセンシオ比較的でかくなかった、そんなに。そうやな、でかくないわ。危ない、あ入った、痛え、
くそー、なんで相手だけこれ動かせて、うちも動かされへんねん。ゴールうちだってついていきたいな、この選手に。ゴール決めた時だけね、これちょっと動かせねえの納得いかんな。すげえどうでもいい話だけど、だってなんやろ、ゴール決めた選手でこう走っていって喜んでる時に僕何もできないですからね、点入れられた方だからね、結構省略されがちやねと思うけど、それちょっと、おお、ラッキーゴールついてます。また今日もついてます、ありがとうございます。またすぐに追いつきましたからね。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。これ落ち着いてましたね。あら、無理か。しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。取った、素晴らしいゴールですよね。よし、どういく、こうこう。さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。いや、これ、ね、あかんか、あかんか、と取られへんかった。強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいですけどね。お、お、お、来たぞ。そう来る、やめて。あ、ちょっと、そっちじゃねえよ。あかん。ロイス、よっしゃ、取った。アセンシオ、行くぞ。いいね。あかん。ちょっとなんかもっとうまいこといけたんちゃうかな。まあ、ええわ。サネに出すか。取られた。ああ、くそ、ボールカットしたのに。まあ、前半2対2、結構一進一退の攻防でね、やってる僕としても楽しいです。さあ、後半戦いきたいと思います。はい、では、後半戦のやっていきたいと思います。ルディ、ルディ、ルディ、あ、もうルディ、ルディやかんな、あのパスは。前半を終え2対2の同点で折り返しています。あ、なんかこいつ審判と間違えた。セカンドハーフ見ていきましょう。パリサンジェルマンとしては今足りない。あ、やば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 い、ちょっとトマムに行ってな。ちょっと待ってや。お、よかったよかった。オフサイドっぽいけどなんか微妙やったもんな、今のタイミング的に。ちょっとないかなと一瞬思ったけど、あってよかった。さあ、そんなこんなんで、あいつ、ちょっと出そうか。この、一直線。オッケー。いいよ。選手は比較的でかいと言われてる。よっしゃ、ええね。サネ。どうする？これ一人独力突破しよう。おぉ！くそ。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。この場面は違うな。2本目のコーナーキック。この場面はね、選手を上げる。ちょっとごめんな。上げさせて。攻撃参加。ちょっと待てよ。選手、今このタイミングで変えたのか。でもデンベレ、センターフォワードか、変えなあかんの。絶対変えなあかんのだろうな。もうちょっと見るわ。どこなってる？来たか？来たな。うわ、天狗来ました！私です。おら、あかん、戻れ。一緒に戻れ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 。あー、やばい。よっしゃ、ナイス。マルコス・アセンシオ、さあ左へ預けて。いいね。エリゼ、ウスマヌ・デンベレ。間違えたわ、間違えたというかミスったわ。サディオマ、この試合アシストを記録しています。ナイス。よっしゃ、サイドへ。セルジロベルト。いけるか、いけるか、サネ。仕掛けるか。丁寧に足元を使う。うん、取られた。あ、やばいな。ちょっと待って。変な感じで左スティック持ってて、やばい。あかん、やっぱりこうなったか。よいしょ。危ない、ディアンディ、ディアンディ、やばいぞ、ディアンディ、ディアンディ、どうなってんねん、アホあーがん、ハットトリック決められた。アグエロって絶好調かな。今週どうやったっけ、
基本的に自分の持ってない選手のね、あれはあれまで確認せんからな。そうですね。あら、絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。やばい。まあフリーで受けて、サイドは決めるところは申し分ないですけども、やはりまずい。やっと危ない。パリサンジェルマン完全にディフェンスが一歩。どうする？選手も変え時やな。63分変えようかここで。ジェズスのところを誰にするかやな。ビトーロを左サイドに入れて、セカンドトップできんからな。ビトーロ左の、あ、ちょっと待って、ビトーロはちょっと今日はお休み。シュールレ行くわ。シュールレ、そしてインシニエをこの位置で使ってみよう。これちょっと面白いんちゃう。パリサンジェルマンは選手交代のようです。シュールレって身長何ぐらい？あ、そうか。今日はチームスピリットでは相手よりも有利なんですが、現在はビハインドのパリサンジェルマン。そうですね。でも連携はいいですからね。オッケー。ナイス。よっしゃ。追いついた。追いついた。パリサンジェルマン。またすぐ追いつきましたね。ちょっと追いつけると思ってなかった。またこのまま負けるのかなと思ってたけど。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。おいおい。トマムニエ。オッケーよ。こういったシーンというのはね。両者のタイミングがなければ生まれないゴールですからね。あかんあかん、失敗した。もう適当に出したもん今。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたね。やべ、なんかどんどんマークがなくなっていく。交代直後に決めることができたので、マークというか、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。今日のゲーム見どころ満載です。いいね。あ、選手よ、いいぞ。シュルレ、シュルレ結構使える。実は結構使える。よし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 。これはよく取れました。まあまあ今のは入ると思ってなかった。素晴らしい反応ですね。シュールレ。この難しいボールによく触りました。ちょっとゴールもちょっとピヨーン出してみようか一回。こんな感じで。いけるか？あ、選手にやったわ。さあどうする？いけ！ダメか。いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、ファインセーブですよね。よく。マグレとか出てくるかなと思ったけど危ねえなそれ。チャンスを収めることができませんでした。裏を狙っていきます。オッケー、いいぞ。あ、選手そこにいてほしい。いてほしい。もうちょっと後ろ。あ、ちょっと、うわー、変われへん。やばい。この試合どうなるか分かりませんね。さあ右へ預けて。うわ、やべ。ちょっと取れ。うわ、取れへん。やばいやばいやばい。あ、やっば。読み違えたか。ナイスキーパー。ちょっと、ま、早く切れ。カウンターしたいね。仕掛けるか。いいでしょう、それ。いけるか。チャンスはいいよ。シュレレからボール。ダメか、それはちょっと勝てん。中は枚数います。収まったフリーだ。下。いけるか。ああ。あの足に、あの足に後ろから飛び込んで、ファールを誘って、そんなこと言ってる場合じゃない。ほら、トマムニエ、敵とクロス、ナイス。コーナーキックか、これコーナーか。熱いな、これ。勝ち点3取れたら、これさらに熱いで。ちょっと変えようと思ってた、ここ。ラストピース。ちょっと待てよ。これコーナー開ける人、誰かちょっとさ、どっちのコーナーかわからん。左のコーナーか。シュールレではないやろ、今。今求めてるのはそうじゃなくて、もっとちょっとパスセンスがあるやつ、おらへんやないかい。おれ、うちコーナーキッカーおれ。そうね。いや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 、待てよ。まあ、とりあえずこれで、こうやって、ちょっと選手交代を済ましてから行こうか。エリゼ行くわ。ちょっとゴールキーパーが逃げていくボールね。こんな感じでね。うん、ダメやった。パリサンジェルマン。ミドル。トマムニエ、ダメだ。マラドーナが動かない。やばいぞ。イングス、やばい。やばい。おい。よし、やばい、振り切られた。あっと、やば、やばい。いやー、助かった。絶対アカンオーだ。
っていうか選手動かない、動かない。もうやばい。どうしよう。こっちか。よしよしよ。ほら、よっしゃ。いける。よっしゃ。まさかの。まさかの。大番狂わせを来た。来たで。やったね。それは読んでいる。相手のマークをうまく外し、確実に打ち込んできました。北澤さん。おっしゃ。ちょっと。いけるか。ちょっと長いか。まだいける。ああ。絶対終わったやろ。よし、これはでかい。4対3。シェズスインシーもなんか。あれ動画には映ってないけどガッツポーズします僕。最後まで全くわからない試合展開となりました。いいね。いや本当もう時間がなかったんですけどもね。最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりも。いやマジちょっと熱かったこの試合は。そうですね。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。1点2点あったからな。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合はこれが同点ゴール。そんでもって北澤さん、今日はどうもありがとうございました。アグエロにね、勝ち越し取って取られて取られて取ってみたいな感じだもんな。で最後な、勝ち越されて、これは違うか。いや結構でもね、うち若い選手めっちゃ多いけど、あのシュールレうまいな。なんやろ、なんかそこまで期待して、まずね、右利きというの知らんかった。なんか左利きなんかなとずっと思っとってんけど、あのコーナーキック蹴るときにね、あ、なんか右で蹴ろうとしてるみたいな感じだったから。それで初めてちょっと、あ、右利きやったんやっていうのを気づきましたね。だからあの最後ね、カットインしてったんですけど、右利きやからね、なので切り込むかいうことで。これは勝ち越しじゃないな、これ同点ゴールやったぶんな。これはちょっとちゃうかな。これはあんまり左利きでも右利きでもどっちかわからんかったみたいな。やっぱ選手の利き足って大事やからね、精度が変わってくるから。ほんまに危なかったな。これもありつつ、ここで初めて気がついた。これやばかった。89分やん、よう見たら。このシーンで89分やん。なあ、これやられた思った、ほんまに。もうディフェンスがね、スタミナなくなって、あまり動きにくくなってきた。シュールレ使えますね、ほんまに。翼で持ってるし。そしてドリブルもしやすかった。ただそこまで、ま、あの能力見てもそこまでやけど、スパサブやっぱ偉大やね。はい、ということで、4対3、白熱の試合はなんとか辛くも勝利することができました。ありがとうございます。ということで、はイーグルスになったかな。はい、632、もう少し650いきます。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。